こんにちは、ケツハチです。今回は自分の午後の紅茶おいしい無糖のおいしい飲み方をご紹介したいと思います。自分午後の紅茶おいしい無糖がすごい大好きで、午後ティーは基本的に買うときはこれしか買えません。甘いの飲みたいとき、アップルティーとかミルクティー飲みたいときは、リプトンとか、ね、ほぼ買わないですけど、そんな感じですね。午後ティーは一番これが美味しいんで、美味しい無糖が。なので、これしか基本買えません。買うとしても。ただ、なんて言うんですかね。いや、もうこれはすごい美味しいんですよ。ね。これが一番美味しいと思って飲んでるんですけど、たまーに今言ったその甘いのが飲みたくなった時に、自分がちょっとした、豆知識じゃないですけど裏技で、飲んでる方法をご紹介 したいと思います。まあ映ってるんです、もう映ってると映ってるんでわかると思いますが、まあ、これはちょっと飲んでます。とりあえず、午後の美味しい無糖ですね。で、自分がそのアップルティーとか、その若干甘いティーを飲みたくなった時に、必要なのが、スジャータの果汁 100% ジュースですね。これ別にスジャータとかじゃなくてもいいです。ただ自分の家の近くに100円未満で、売ってる果汁 100% のジュース、が、この3種類あるんですが、ご説明していくと。なので、買ってるっていう感じですね。で、ミックスジュースですね。ミックスジュースと、アップルジュース。で、オレンジとなっております。これを基本的に、甘い、ね、その、アップルティーみたいなのが飲みたくなったら、これと割るといった感じですね。その、美味しい無糖と。基本的には7:3。美味しい、午後ティーが7の、ジュースが3ぐらい。7:3ぐらいで、あとは、その、場合によっては1:1っていうか、まあ、5:5だったり、6:4とかで、調整して飲んでます。まあ基本的にまあこの2リットルのやつ飲むとき1リットルはまあまず普通に飲んじゃうんで。っていうかね、そのたまーに飲みたくなったときにね、やる感じなので、ただ美味しいです。で、一番個人的にまあ自分のところでこの3種類が売ってるんで、これ以外はわかんないんですけど、その組み合わせで個人的に一番好きなのがミックスジュースですね。これがやっぱりミックスジュースが一番このね、合うと思います。で、その次にアップル、オレンジですね。オレンジはやっぱ果汁 100% なんで、その酸味、まあ酸味が強くなるっていうか、まあ甘みとかほぼないっていうかね、まあ、オレンジっていう、オレンジティーになるんですけど、なんか、合体させて飲むんであれば、まあ、果汁 100% のミックスジュースが一番、なんか、ね、甘いティーとしては合うかなっていう。その次にアップルジュースですね。まあ、基本的に自分ミックスジュースしか買わないんで。ね、こう、飲みたくなっても。アップルとオレンジはね、ご紹介するのに今回、あとはね、久々に飲みたくなったっていうのもあるんで、用意しましたけど、基本はミックスジュースですね。ミックスジュースでこと足りるんで。すじゃ、ただ、言うのは、合わせての、いや、午後ティーはすごい、美味しい無糖はすごい好きなんで、別に全然これ一本で飲んじゃうんですけど、その、このスジャータのジュースに関しては、あんまりおすすめはしないです。
こう組み合わせて飲むと自分も好きなんですけど、今言ったようにあのこれ単体とかで飲むと自分にとってはこのミックスジュースはめっちゃあのこれだけで飲むと濃すぎてあんまり美味しくないし、まあオレンジジュースはまあね、オレンジっていうね、でもなんかなんかあんまり好きじゃない。アップルもまあ普通っちゃ普通。いやもう、どれもそんなに単体で飲むとあんまり好きじゃないですね。まあ、この系の買うときは、まあ基本的には、もう、ゴゴティーありきで飲んでる感じです。個人的には。あとはやっぱその近所のスーパーで100円未満で売ってるっていうのが大きいですね。このスジャータのやつは。ね、900ml でなんかね、若干1リットル入ってねえのかよみたいな思うんだけど、まあ安いので、まあこれは今はそのね、残ってるミックスジュースとそのやつを、今回は64ぐらいで割ってる。やつですね。多分自分結構あのなんか飲み物に関しては薄い方が好きなんで、そのね食べ物とかは濃い方が好きなんだけど、なんか飲み物に関しては薄い方が好きな感じなので、まあ基本は55とか、試される方いらっしゃったら、まあ55とか、まあ11、もう1対1ぐらいの割合がちょうどいいのかもしれないですね。それか64か。自分が基本的に飲んでる73は、あの、こっちにほん、甘みをね、ほんの少し、やるっていう感じで、そんなに、基本的に、55とかにしちゃうと、あの、自分的には甘すぎるっていうか、まあ甘いの飲みたいとき、に割るから別にいいんですけどね。まあでもそれでも73ぐらいですかね、基本的には。まあでも、普通だったら64とかが多分ベストなのかもしれませんね。それか55。まあ人によって、あとはその、場合によって、自分もそういう風に、あ、なんか今日ね、若干もうちょっと甘い方がいいな、みたいな時は。あととりあえずこの ちゃんと混ぜないと、あの、まあ、他のにも言えることなんでしょうけど、ちゃんと混ぜないと、あの、上と下分離しないっていうか、なのでちゃんとかき混ぜてくださいね。あの、紅茶先入れて、上の方にこのミックスジュースとかアップルジュース入れて、飲むと、上の方だけ甘くて、下はただのね、無糖みたいな。ね。まあ、そんな感じなので。別にね、粘つきとかそういうのないから、混ぜなくてもこう入れれば勝手にね、なるべえと思うんだけど、ちゃんとかき混ぜた方がいいですね、その辺は。なので、今回は自分のゴゴティーの美味しい無糖のちょっとした、ね、その自分みたいなタイプの人間の人が いれば、試してみたい。試して、見てもらえるといいかもしれないっていうことですね。その基本的にあの無糖が一番好きな人が、合いますね。だってね、普通にアップルティーとかそういう何々ね、甘いティーが好きな人だってね、別に無糖買わなくてそっちのやつを買えばいいわけですから。自分は基本はもう、例えばこれ2本あったらもう一本は丸々これで飲んじゃって、で、もう一本の方の1リットル半分をこっちで割るみたいな感じ。ね、使うみたいな感じなんで、基本的に、最初の方にも言いましたけど、ゴゴティーは俺あの、美味しい無糖が一番うまいと思ってんで、ただ、そのね、ちょっとしたアクセントが欲しいとか、その甘いティーが飲みたくなる時があるじゃないですか、無性に。そういうね、自分みたいに。そういう人は、あの、こういう風で、多分、ね、似たようなの、ね、スジャータじゃなくても全然ね、他の会社でも 100% とか、別にあの、果汁 100% にこだわる必要ないんで、別にその辺のこだわりはないんで、安くて、ね、売ってるっていうだけなんで、だから別なね、
他のやつでもちょっと試してみて、なんか自分好みの味とか見つけるといいかもしれないですね。自分的にはね、グレープとかあれば、うん、いいかな。あとパイナップルとかですかね。なんかね、パイナップル、なんか、あれもスジャータだったかな、別の会社なんだけどね。なんかね、パイナップル160円ぐらい、これのパイナップル160円ぐらいすっから絶対買わない。パイナップルは好きなんだけど、だって、なんかこの3つだけすげえ安いんですよ。なんか、95円ぐらいなんですよ。なんか税、今度が税込み。ね、表示しなくちゃいけなくなったから多分もっと詳しくわかりますけど、これ買ってきた時は税抜きでね、98円とか95円ぐらいなんで、まあ消費税足すとまあ100円ちょっとぐらいですけど、なんかパイナップルね、なんか160円とかすんですよね、パイナップル。あと、自分グレープフルーツめっちゃ好きで、グレープフルーツとかもなんか180円とかすんで、ね、その辺も安くなったらすごい試してみたいなと思います。うん。安くて、まあ、自分的に好きなのはミックスジュース。なので、まあ、ミックスジュースがね、安い、ね、その値段気にしない人であればね、いろいろ試してみて、自分好みを見つけるといいかもしれないです。うん。まあ、とりあえずそんなね、ちょっと貧乏も臭いというかね、うん。ちょっとした豆知識、ね、あと、もともとすごいゴゴティーが、の美味しい無糖が、すごい美味しいんで、まあ、元が美味しい紅茶だから、こう合わせた時にすごい美味しくなるっていうのも多分あると思います。まあそんな感じで今回はそのゴゴティーの、まあ、たまにその甘いね、紅茶を飲みたくなった人向けなのかどうかは知りませんが、そういった感じの内容の動画でした。はい。これ美味しいわ。でも、うん、美味しい。でもやっぱりこれ普通に飲むと一番うまい。いや、うまいんだけど、ね、さっきも言ったように、ずっと同じの、ね、秋が来るわけではないんですけど、飲み物だから、その、うん、飲みたくなった、うん、美味しいんですよ、まあ。何言ってるかよくわかんないけど、まあそういうことです。ではまたよろしくお願いします。失礼します。